押本七之助は、日本の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、元俳優である。本名及び、旧筆名、押本七之助、後に、押本七之助とも表記した。市川歌いもんプロダクション説立第一作の、監督に抜擢されたことで知られる。1899年、東京府豊玉郡渋谷村に生まれる。映画年間1973の、 映画人ぶっころくには、68歳没との記述があり、1902年、前後の生まれの可能性がある。学歴等は伝えられていないが、万21歳となる1920年、国際活営に入社している。同年、すぐに同社を退社して、西名熊彦らと共に、映画の制作プロダクションに参加。奈良での撮影に携わったものの、同社が解散したため、東京に戻る。 同年10月に創設され、東京市本郷区、春木町にあった小竹キネマ研究所に入り、幼いカオルの指導を受けたという。同研究所は1921年8月に解散しているが、前年の12月15日に公開された小竹、鎌田設営賞制作、田中金の監督による鉱山の秘密に、刑事、泉弥太郎役で俳優として出演した記録が残っている。 その後の5年間の経歴については不明であるが、1925年に社会教育映画研究所が制作、内田トムが監督した少年美談、清敷神で美術を手掛けた記録が残っている。1926年10月に帝国キネマ演芸に入社、兵庫県向軍聖堂村大和芦ア屋アの帝国キネマ、芦ア屋ア撮影所に所属し、同年12月1日に公開された。 市川桃之助主演による映画、教画を監督している。1927年には、奈良県伊古間郡伏見村に新設された、市川歌右衛門プロダクションのあやめ池撮影所に移籍同社設立第一作、安政異文録清魂をはじめとして、市川歌右衛門の主演映画を監督する。同年のうちに、京都の牧野プロダクションに移籍 翌1928年1月15日に公開された片岡千恵蔵の主演映画三日大名王を監督している。1929年7月25日、牧野正造が亡くなり、牧野正弘による新体制において8作を監督したが、1930年4月をもって同社を退社、帝国キネマ演芸に復帰した。三角キネは、 1931年8月28日に、開祖されて、新興キネマとなり、三角記キネの渦政撮影所を当初、同社の唯一の制作拠点として持ち、押仕はこれに継続的に所属した。1932年3月から1933年5月の間は、同社と提携関係にあった、尾野菊太郎の尾野菊太郎プロダクションで、菊太郎の主演作を監督した。 1942年1月10日、第二次世界大戦による戦時統合によって同社が合併し、大英を形成すると、お仕事は大英に継続入社した。1943年1月8日に公開された、ラ・カド・コウザブロの主演作、虚無造形図が最後の監督作となった。戦後は、1951年や1953年の、 大英京都設営所にその名が見当たらない。その後、1956年から翌年にかけて、小畜、情報園芸、京都映画の三者提携入以降、その間の消息は不明であるが、1970年8月18日、死去した、万七十一歳没。初期に、押本英二の実刑説が流れ、日本映画俳優名館昭和4年版の両名の、 項目にもその旨の記述がされたが、日本映画俳優名鑑賞は5年版では、押本英治の項で、押本七之助を兄に持つは誤りであると、否定している。現在では、日本映画監督全集でも、この件は言及されていない。清魂の現存するカット。清魂公開時のポスター。押しの名が確認できる。クレジットは特筆以外すべて、監督である。 公開日の右側には、監督を含む監督以外のクレジットがなされた場合の、職名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。 すべてサイレント映画、おしもと七之助名義である。すべて制作は、帝国キネマ、アシア撮影所、配給は、帝国キネマ演芸、すべてサイレント映画、おしもと七之助名義である。すべて制作は、市川歌い物プロダクションのあやめ池撮影所、すべてサイレント映画、おしもと七之助名義である。すべて制作は、牧野小室撮影所、配給は、牧野プロダクション。 すべてサイレント映画、特筆以外は、おしもと七之助名義である。特筆以外すべて制作は、帝国キネマ、渦ず撮影所、配給は、帝国キネマ演芸、すべてサイレント映画、特筆以外、おしもと七之助名義である。特筆以外すべて制作、配給は、進行キネマ、すべてサイレント映画、特筆以外、おしもと七之助名義である。 特筆以外すべて制作は、新興キネマ、京都撮影所、配給は、新興キネマ、特筆以外は、トーキー、押本七之助名義である。以降すべてトーキー、押本七之助名義である。すべて制作は、松竹、情報演芸、京都映画の三者提携、配給は、松竹、押本七之助名義である。ありがとうございます。